石上丸は、飛鳥時代から、奈良時代にかけての愚行。名は、丸とも書く。生は、物ノノベレン、後モノノベアソン、石上アソン。大花上物モノノベ坂井浅野の子。神は、生に左大臣、増樹一位。人心の乱で大友美子の側につき、美子の自殺まで従った。後に許されて、剣白木大使となり、その後奉還の仕事につき。 地区総僧侶になった。701年に大納言となって、以後、政治の中枢に携わり、右大臣左大臣に任じられた。717年で死去するまでの数年は、大上官の最高医者であった。なお、竹取物語において、かぐや姫に求婚する5人の貴族の一人である、石上丸ロたりのモデルであるとされる。物のノ丸が、司書に現れるのは、 天武天皇元年人心の乱の終局である。モノノベマロは、オ友トモミコの側にいた。戦争での活躍は伝えられないが、オ友トモミコが敗走して7月23日に、自殺するまで、モノノベレンマロは一二のとねりともに最後まで、突き従っ,った。天武天皇5年10月10日、大仏上、モノノベレンマロは、大使となって、白木に赴いた。この頃、白木と日本は、 死者の往来を頻繁に行っており、11月3日には入れ違いで、金清平らが白木から来日、23日には、後来の死者を送って、白木の金柳原が来日した。マロは、翌年2月1日に、白木から帰国した。敗者になったマロが、天武天皇に起用された理由は、最後まで従った忠誠を評価されたためではないかと、言われる。また、 同族の絵のいたけし君が、大甘王子側で君功をあげたことで、物の一族への処分が警備に止まったとする一件も、ある。優君はこの年6月に亡くなって、死後に、宇治の神と認められた。天武天皇13年11月1日、物の部連は、他の多数のお店の死と共に、阿蘇の姓を与えられた。この頃に、死の名を石神と改めたらしい。 首長元年9月28日、天武天皇の葬儀において、直弘さんの石上阿蘇麻呂が法官のことを類した。これにより以前に法官で勤務したことがわかる。自動天皇3年9月10日、石上麻呂と石川虫名は、畜死に派遣され、息を送り届けた。石上阿蘇麻呂の位はこの時も、直弘さんであった。自動天皇4年1月1日、 自刀天皇即位の儀式で、物ノ丸阿マルが、大立を立てた。自刀天皇八年明日清見原の宮から、藤原慶栄選と、文武天皇四年十月十五日に、直弘一国上阿尊丸マロは、畜子僧侶になった。大法元年三月二十一日に、大法令に基づく簡易が授けられた際、中ナゴン弘一国上阿尊丸マロは、肖像医、大ナゴンに進んだ。 同年7月21日、立ち人が死んだ。この時、肖像医石神阿尊麻呂は、行部神皇と共に、島の家に赴き、天皇からの贈り物を渡した。大宝2年8月16日に、肖像医石神阿尊麻呂は、打罪卒になった。大宝3年うるう4月1日に、右大臣の安倍明氏が死んだ時、肖像医石神阿尊麻呂は、飛ぶらいと贈り物をする使者になった。 経営文元年1月7日に、大名言十二位石神阿ソ丸は、右大臣に任命され、2170校を与えられた。石神丸は、地大上官事業部新郎の下で2番目の地位になり、皇族以外では最高位となった。経営文2年に、地大上官事は穂積新郎に変わった。和道元年1月11日、十二位石神阿ソ丸は、藤原富人と共に、 正二位に助せられた。三月十三日に、右大臣正二位石上阿蘇マロは長く、空席であった左大臣に、不人が後を継いで、右大臣に任せられた。しかしながら、この頃に実際に政治を主導したのは、不人だったと考えられている。和道三年三月十日、人が平城系に、選った時、石上マロは、旧都の留守になった。七月七日、 左大臣のトネリムタスクサガミが天皇にカウリョケンジ、文部百官が祝賀の言葉をそうした。霊気元年7月27日にホズミ新皇が没すると石上マロが進化の最高位になった。2年後の養老元年3月3日に石上アソンマロは皇居、78歳だった。元祥天皇は深く痛み、調整を中断して長屋王と タジヒミヤケマロを長文の使いとして、マロの家に向かわせ、十一位の位を追増した。大乗館から噛み付けの広人、五位以上から、穂積郎、六位以下からタイ東人がそれぞれ類が、建て祭られた。俗に本記には、追星通積しない百姓はなかったと記す。同年十一月十日に、足犬ぬ百匹、糸四百、白面千金、布三百単位が与えられた。 日付は、旧歴、年齢は数え年。ありがとうございます。